こんにちは。1月30日水曜日11時を迎えしました。大ちゃん歌さんの人生楽しみましょうの時間がやってまいりました。パーソナリティの片山大蔵です。こんにちは、ひろくん。こんにちは。あなた早いね。ありがとうございます。スタジオくんのやはりね、年始に立てた目標ですからね、1月ぐらいは守らないとね。はい。なんでもう厳しいの。でも今日なんかも結構早く来れましたよね。ねえ、だって、10分早出のとこだもんね。そうですよ。今年の目標は。はい、今年期待しててください。ねえ。はい。あんた何、今日休みなの？ええ、お仕事ですよ。なんかラフな格好してる。そうなんですよ。今日お店に行かないから。あ、そう。はい、外でやる仕事が多いんです。はい。忙しいの？そうですね。この時期、決算期でね。キャンペーン3月末までやってるんですけど、はい、その影響で忙しさせていただいてます。まあ、しっかり働いて。ありがとうございます。はい、っていうところで横巻馬匠さん、こんにちは。どうもこんにちは、横巻馬匠です。いや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 、はい、お元気ですか。いやー、1月ももう終わりだなと。ねえ、今週というか今月は5週あったね。5週、はい、そうですね。3日多いよね。ね、1月の1週目はね、録音でやりましたけど、はい、そこからだんだんだんと生放送で、はい、今日はちょっと寒いですけどね、うん、まあいろいろありましたね、この1ヶ月で。何やったんですか。いや、いろいろ、嵐休止活動になっちゃうとかさ、いや、なんかちょっと結構俺好きだったんで嵐。おでもまだね、2年ありますからね。すごいですよね、丸2年ですよ。今年末ってのはまだわかるけど、はい、いや、まあそれが彼らのやり方なんじゃないですか。その、ね、ファンの子はやっぱ寂しい思いをするだろうから、はい、まあ、自分たちね、音楽がちょっと休憩取りたいっていうことで、だったらね、2年ぐらい時間をかけて2020年の末までやることによって、ファンの子たちにっていうのがちょっとあると思いますけど。で、またでも何、やめるって発言した瞬間にファンクラブが10万人かなんか入会したんでしょ。またそうですね、そうですね、ねえ、もうそれぐらい影響が、いや、すごいですね、アイドルはね、ずっとね、ねえ、ずっとやってますからね。じゃあ、俺トキオも好きなんで。いや、だから翔さんだってラジオを始めたからって言った瞬間にファンクラブがダーって増えなきゃいけないですよね。いや、それはどうなんでしょうね。ダメですか。いやいや、そうなってくれればいいですけどね。フットワーク、もう少し翔さんのファンの方はよくしてほしいですよね。そうですね、それは。まあ、フットワーク突っ張りはね、フットワーク悪いんですよ。ああ、じゃあそろそろ影響は出てくるんですね。あのね、まず寒くなってもね、顔にクリーム塗らないですよ。もう突っ張っちゃってるんで。もういいや。いや、そういうことじゃなくてですか。で、今日はスポンサーさんがいらっしゃっておりますが、そうです。おう、はい、どうぞ。また、はいはい、ガーデンエクスプレスの松沼さんです。こんにちは。こんにちは、ガーデンの松沼です。よろしくお願いします。ちょっと、ね、ま、周りの方静かにしてください。はい、松沼さん、どうも、こんにちは。こんにちは、お世話になります。電車でいらっしゃったんですね。はい、電車です。で、グリーン車だったんですね。はい、一応グリーン車です。は、一応って何ですかそれ。はい、自腹ですけど。そりゃそうですよ。な、甘えないでください。はい。グリーン車ってさ、いっぱいでも席座らなくてもグリーン車のお金払わなきゃいけないんでね。そうなんですよね。先に払って乗ったら座れないって時もあるんですね。あ、いやいやいや、そうですそうです。あのね、ちょっと川柳にしたいぐらいでね。そうですよね。え、松沼さん、ふざけんな川柳ね。社長から命令が入っててっていう話をさっき聞いたんですけど。あ、もうここでもう一発目からいっちゃいましょうよ。いい、重要なんですから。はい、じゃあちょっと。いや、でもなんか命令されてくるようなタイプじゃなくて、お前そうじゃないだろ、松沼。まあそうなんですけど。とりあえず来ることを、はい、休みを取って、はい、ラジオに来ようと。そうです。思ったら社長が、はい、お前どうせ行くだろうなっていう感じでね、行ってこいって言われて動くような男じゃないですから、こいつは。いや、もう率先して、多分松野さんは行ってくれてるんですよ。さすがだね。うん、あ、はい、まあね、はい、どうぞ。今月からですね、はい、ちょっと横浜、まあ、方で1支店オープンしまして、うん、横浜湾岸支店というのは今年1月からオープンしました。かっこいいね、横浜湾岸支店。そうですね、洒落てるね。ガーデン、どこなんですか。場所が横須賀市衣笠栄町っていうところに、はい、やってますんで、はい、はい、
でこれで横浜神奈川の方なんですけども、うんうん、まず横浜南支店が戸塚区戸塚町でやって、そうだね、横浜北支店が都筑区でやります。どう、そして横須賀市で横浜湾岸支店ということで、うん、はい、頑張らせていただきたいと思います。連絡先とかあるんですか。まあ、これもフリーダイヤルで同じですんで、はい、うちのフリーダイヤル、はい、いいですか、言わせてもらって、はい、どうぞ。0120-41-2891 です、うん、もう一回言います、はい、0120-良-2-wa-key です。およろしくお願いします。2-wa-key って、はい、いつオープン、今月オープンしてる。そうです、1月からオープンしてるんで、もうやってますんで。横浜湾岸、はい、して湾岸です。かっこいいね、キルガサ。横須賀方面のやつはちょっと横須賀にあるのに横浜湾岸支店ってくるとかいいよね。そうです ね、はい、そこ所長のネーミングのセンスね、はい、さすがやるね、ありがとうございます。湾岸支店、ぜひね、はい、庭木のことはですね、見積もりだけでもいいよ、そうですね、はい、うんうん、でまあ困ったこととか相談元にも乗ってくれたりするんで、ね、そうですね、はい、素晴らしいです。松沼さんも何回も出ていらっしゃったら随分慣れましたね、喋りが。いや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 全然全然、本当に重くなってましたね。いやいや全然全然、まだ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 、はい、まあ、じゃあこれ毎月の休み聞くんですか。ちょっとなんとか頑張って仕事があるからね。でもスポンサーさんの方でそこの従業員さんが、はい、スタジオに遊びに来て素晴らしいよね。いや嬉しいじゃないですか。嬉しいよね、それこそフットワークいいじゃないですか。まあそこに言うとね、うん、うちのヒロリンなんてね、もうスポンサーの鏡みたいな、鏡みたいなもんだよね。しかも一番長いしね。わがままでもすごいしね。そんなことないよ、いいなヒロリン、いいなっていうところでね、楽しく1時間行っていきましょう、はい、っていうところでもうすぐ曲いっちゃった方がいいですよね。そうですね、はい、去年2018年ですね、12月24日、クリスマスイブに発売しましたブルームーンボーイズの第1弾シングル、聴いてください、おかえり。植木屋さんガーデンエクスプレスさんの提供でお送りさせていただいております。なんとね、ガーデンエクスプレス、今日は松沼くん来てくれてますけども、戸塚区、都筑区に続いてですね、横須賀に横浜湾岸ガーデンエクスプレスというのがね、できたらしいですよ、はい、ということで、ガーデンエクスプレスさんは、庭の大きさが、大きかろうがちっちゃかろうが、隅から隅まで手入れをしてくれて、仕上がりはピカイチということです。資格を持ったプロの職人さんがお客様の相談に乗りながら、庭木一本から丁寧に仕上げてくれます。もちろん、見積もりなんかも OK です。フリーダイヤルは0120-412-2891、数字読むと大変ですから0120-良-2-wa-key と覚えてバンバン電話してあげてください。そしてダラスを習うならここラッパーツーバッカーの前澤さんが経営するキッズ高齢者、障害者などのダンス教室もやってます。戸塚アナ地下1階のダンススタジオユニスタ、免許返納した方にもサービスをしています。平戸町交差点すぐそばにある車高価買い取るぞアップル戸塚店、そして真心こもったサービスを提供、安らかな葬儀をしていただける365日24時間対応の江南中央駅すぐそばの、清水公益社サバスホールさん、ね、素晴らしいスポンサーの、提供で送らせていただいております。はい、おかえりいい曲ですね。 ありがとうございます。もうだって1月30日だからすぐライブがあるんですよね。はい、あります。川田さんかなんかの。あります。2月の3日ですね。もうすぐじゃないですか。はい、3日、4日ですか。いやもうリハバッチバチにやってますよ。あ、はい、で川田のバースデーですけど、はい、2月の1日、明日、明後日にね、ブルームボーイズのシングル第2弾、クリスマスソングスっていうのが発売されるんで、その発売記念ということなんですけど、川田の誕生日が2月1日なんで、そこに合わせて発売です。で3日にライブをやります。横浜サムズアップ、ね、なんだか、半分以上出まくりです。出たいんですよね、翔さんが。いやいやいや、俺は控えめにしてるのに。あ、そうですか。まあね、やらねばならんということでね、まあ、そんな感じで、プレシャスサムズの方もよろしくお願いします。はい、はい、で翔さんいっぱいなんかはがきが今日届いておりまして、はい、そうですね、やっぱヒロ君のミニ四駆強いですね。ヒロ君、ミニ四駆すごいね。でもすごいですね、ハガキいっぱいね。ねえ、すっごいじゃん。びっくりしちゃいました。やっぱね、書くということはね、素晴らしいことです。嬉しいですよね。うん、で結局なにハガキもそうだけど、わざわざ封書にしてくださる人もいらっしゃるしね。そうですね。うんうん、封書の方いつ届いてるんですよ。うん、
これね、大ちゃんね、ヒロ君のミニ四駆のハガキの前にちょっとお便りを読ませてもらいたいと思いますね。横浜市旭区の、美和ちゃんからいただきました。大ちゃん、宇多さん、翔さん、そしてヒロ君、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。翔さんが話してたエレベーター事件私も、施設にいる母と久しぶりの外出の帰り道、タクシー乗り場に向かうエレベーターに乗ったところ、あ、エレベーター事件っていうのは先週話したんですけど、俺は車でスーパーとか、スーパーじゃないな、まあそういう百貨店とか行って車駐車場を止めて、まあ券もらうわけじゃないですか、駐車券をね。で、2000円以上買って1時間サービスになって、でちょうど1時間ごろに帰ってきて、でよし急いで車のところまで戻れば1時間で済むと思って、で俺が1階から4階に上げた時に、2階3階で後から乗ってきた人がわーって入ってくるとね、当然その人たちの方がドアに近いところに入るわけで、俺は奥にと行って、で4階に開きました。その後から乗ってきたやつが先に駐車券をやるから、俺が1時間のただ券を持ってるのに、それで間に合わないで210円で出ちゃったことがあると、これはおかしいじゃないかって話をしたのに対して、はい、のお便りなんですけど、タクシー乗り場に向かうエレベーターに乗ったところ、後から旅行帰りの親子が乗ってきました。エレベーターを降りるとダッシュでタクシー乗り場に向かう子供たち、でもその親子のママが先にエレベーターを乗っていたので、お先にどうぞと順番を譲ってくれました。翔さんだけじゃないんですよ。あ、俺はね、そういうちゃんと譲りますからね。でさらに先日、仕事の帰りの電車の中、ベビーカーに乗った赤ちゃんと向かい合うように横に座っていた若いママ、そこに杖をついたおばあさんが乗ってきました。若いママがどうぞと声をかけると、おばあさんが次で降りるんで大丈夫ですよと、ね、言いました。すると若いママが一駅だけでも座ってってくださいと席を譲りました。ママの顔が見えなくなった赤ちゃんがすぐに、ぐずり始めましたが、抱っこ紐をさっと出して、赤ちゃんを抱っこ、赤ちゃんはご機嫌なまま次の駅に着きました。ふざけんなよだらけの毎日、世の中こんなママたちに育てられている子供がいる限り、世の中もまだまだ捨てたもんじゃないなと思ったので、逆ふざけんなよって言ったら素晴らしいやつもいるんだよっていうことですねということで送らせてもらいました。あ、やべ、ペンネームだったやべ、ペンネームだった。さっきのはあの削除してくださいね横浜市旭区の、本当は三ふざけんなで翔さんのプレゼントが欲しかったっていう、大丈夫ですよ、もうアーカイブで全部残りますから、ね、そう、あ、アーカイブって言えばさ松沼さ、何でしょう、今日なんか俺にサイダー持ってきてくれたよね。はい、これどなんで持ってきたのこれ。いやいやいや、ね、先週プレッシャーかけてくれましたよね大ちゃん覚えてます翔さん。いや全然もう忘れちゃってますね。なんかいっぱいすげえケースで持ってきてるからもう何持ってきてるのそら、翔さんお前持ってくるよなって言ったでしょって言っていました。来ました、来ました、覚えてますか皆さん、アーカイブ聞いてください。大宮盆栽だーというですね、はい、世界に誇る大宮盆栽のですね、ほう、サイダーがあるんですよ。え、天然炭酸水 10% 10% かよ、まあ、大宮盆栽だーっていうことで、なんとワンケース持ってきてくれました。グリーン車で立ちながらいただきます。うよいしょ。じゃあ松沼君、そしてボンサイダーの皆さん、いただきますわがままですよね、自分で言って。うまいね、うまいですか、ありがとうございます。普通な感じボンサイダーっていう感じではちょっとないけど、普通の感じがいいんじゃないですかね。大宮ボンサイダー、これサイダーの匂いします。そうでしょ、ヒロ君にもあるから。ありがとうございます。で、大ちゃんのもある。 ありがとうございますということで、え、何の話してたんだっけ。あ、ごめんごめんということで、ラジ、いけないね、こういう放送でそういうわがままを言っちゃいけないなってちょっと話して。いや言っても分かります。それを忘れるのがいけないですよね。そうですよね。なんでこんなのあるんだみたいなさあ、ということで、もう本当にね、ハガキたくさん来たんで、ヒロ君のミニ四駆、はい、行きましょうか。じゃあ、はい、僕の方を読んでていいですか。もちろんです、もちろんです。じゃあいきます。ラジオネームツインチーさん、
こんにちは。こんにちは。いつも楽しくラジオ聞いてます。はい、アーカイブでですが、なんだヒロ君のミニ四駆が欲しい。翔さん、これからもどんどん喋りすぎてください。オーケー。ということです。オーケー。はーい、ありがとうございます。ありがとうございます。ラジオネームなんちゃって左利きさん。はい、いいですね。いいね。ヒロ君のミニ四駆が欲しい。目標はヒロ君と一緒10分早め。結構難しいですよこれね。ねこれね、うん。毎週欠かさず聞いてます。ヒロ君もっとスタジオに来てくださいねということでね。よく聞いてるね。はい、よくご存知。まるで出席率悪いみたいじゃないですか。ね、はい、そうだよね。ミニ四駆あげません。こんにちは。こんにちは。毎週楽しく聞かせてもらってます。うん、いつも元気をありがとう。うん、今年は庭の手入れをするぞということで、うん、はい、実は私ガーデンエクスプレスの松沼さんの声が好き。あら、ありがとうございます。あら、僕の声じゃなくて、ね、松沼さんの声が好きと。僕の声ですね。はい、ミニオカあげません。うちの庭の手入れの時、松沼さん来てくれるかな。行きます。締め料いりますかということですね。大丈夫です。はい、ラジオネームドラセナゴッドセフィアナさんでした。おー、知らせる気ですね。はいはいはい。ラジオそれ、それヒロ君これそう、でもボケるとこだよね。まあ欲しいのは歌さんのボールペン。茨城のセストさん、先週ごめん、終わっちゃったよ。歌さんのボールペンが欲しいということで、ちょっと遅かったですね。あげません。はい。意外と冷たいのね、ヒロ君。いや、クールって言ってもらいたいね。クールなんだよね。ペンネーム、腰が痛くてお尻が拭けない朝子ちゃん。はい。大変ですねこれね。大変だね。自虐ネタ多いよね彼女はね。大変だな。皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。毎週楽しく、聞いております。先日アップル戸塚店さんに翔くん号を見に行ってきました。おお。はい、いらっしゃいました。ありがとうございます。渋すぎということで、せっかくなのでうちの車を査定してもらいました。ああ、すごい。ありがとうございます。うちの車は何年か前にバカ息子がぶつけた事故車扱いなので、ディーラーさんからはほぼ下取り0円と言われていましたが、なんとヒロ君の査定で予想外のお値段が、うん、今すぐ買い替えるわけではありませんが、査定はディーラーさん一箇所じゃダメなんだなと思いました。ヒロ君お忙しい中、じっくり説明ありがとうございました。ありがとうございます。リスナーさんの鏡ですね。いや、っていうか、でもちょっとミニ四駆狙いのなんか文章。でも本当に見せてくれたでしょ。そうですね。あの、もともとの将軍号って言ってますけどね、うん、ガーデンエクスプレスのね、松沼さんのね、のね、あのお車ですからね。そうそうそう、皆さんどんどん見せてくださいね。うん、ね、こうやってまた査定来てくれとありがたいので、ね、はい、ぜひぜひ他の皆さんもいらっしゃってください。はい、次いきます。ペンネーム、タムさん。タムさん。はい。こんにちは。こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。お正月プレゼント第3弾、うん、ミニ四駆欲しい、うん、何でも欲しがっているようですが男みたいな性格で車、バイク、プラモデル大好きなのに、編み物、手芸も大好きです。今年の目標は、うん、小3号取得に向けて一生懸命働くことと素晴らしいしてあるため、を、作品に変えていくことです。当たりますように、太いペンで書いてみました今回。なんかみんな小技上手くなってきましたね。なんか皆さん工夫されてますよね。いや、それはそうですよ。だってハガキってそういう夢があったんだから、うん、そうですね、うん、うん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 、 いや、いいことですこれは ね、 そうですね。はい、次あげませんと言わないんでね。はっきり言うのですね。そうですね。まあこれから今から抽選するわけだからね。そうですね。そしてペンネーム、うん、みんみん改め今晩まさしさん。今晩まさしさん、はい、うん、毎週楽しく、聞いております、うん、アップルさん30周年おめでとうございます。ありがとうございます、うん、今日のヒロリンは何分前？15分前ですよ。15分前。ちゃんと来てますよ。結構クールだね。はい、俺も見た。15分前。来た時時計見たもん。まあ、あの、言っとくけど、ね、あの、大蔵が一番早いんだけど、俺もね、2、30分前に来てるから。そうですね。ね。お早いですよね。ヒロ君はさ、はい、俺がヒロ君より遅く入ってきたことないだろ。見たことないだろ。
必ずいるよね。ないですね、ないですね。あんまないってなんだよ。あんまないってなんだよ。ちゃんと早くいるわけよ、俺は。でも今日は来ました。はい。15分前。ヒロリンのお顔は拝見したことがあります。お、うん、ありがとうございます。爽やかな感じですね。そう。いつも笑い声が温かく心が和みます。悪いね。ありがとうございます。和んでいただければ。ミニ四駆、翔さんが子供みたいに欲しがっていたので、翔さんにプレゼントしてあげてください。偉い。はい。すごい。偉いな。偉いな。すごいな。偉いな。みんな巧みだね。いや。いや。偉いな。じゃああげません。あげないの？おばあばたちにあげてよ。次はペンネーム、ペンネーム。いいよ、読んじゃえな。ないですね。大ちゃん、うたさん、しょうさん。ヒロ君、松沼さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。いつもライブで聞くことができないので、アーカイブで楽しみにしています。はい。ミニ四駆欲しいよ。当たったら、翔さんにあげてもいい。皆さん、優しいな。優しいね、みんな。実は私の父の名前も、大蔵です。おー、はい、大蔵。大ちゃんと同じ名前、かっこ笑い。ということで。はい。素晴らしい。まゆみちゃんですね。はい。ありがとう。ペンネーム、ロックのママより。ロックのママ、大ちゃん、うたさん、大好きな翔さん、そしてヒロ君へ、うん、こんにちは。なんだかんだ言ってる間に1月最後の放送ですね。そうですね、はい、先日楽しみに待っていた卓上カレンダーが届きました。おお、翔さん、素敵なカレンダーを作ってくれてありがとうございました。いいえ、大切にします。はい、皆さんお体に気をつけてということで、お礼の電話、あ、はぎですね。気持ちいいですね。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。はい。じゃあこのほら、あのマサシのやつ、ほら、こんばんマサシ、あげませんとか。じゃあ厳選なる抽選で、やらせていただきますんで、よろしくお願いします。了解です。ということで、あの番組中に抽選を開始しますんで、はいはいはい、大ちゃんね、次の話題の方に行ってみたいと思います。いやでも俺、はい、さっきそのハガキを全部一通り見ました。はい。でも翔、うん、さん、何、九州のファンの方熱くていっぱいいるとか言ってんじゃないですか。いっぱいいますよ。いっぱい九州いつも来てないですよ。そうですね。あの多分届くのにね、ちょっと時間がかかる。時差があるんですか。いや、もしかしたらあれエセなんじゃないですか。翔さんのファンのように見せかけた地元の人が、いや、そんなことないですよ。九州暑いですよ。暑いんですか。いや、はい、アクションないですよ。いや、暑いですみんな引っ込み思案で、はいはい、あのアーカイブだけ聞いて、はい、でこう、ね、まだまだそう引っ込み思案の不安が多いんですよ。あ、はがきとか売ってないんですか、九州は。いや、何言ってるんですか。とんでもない意見ですよ、大ちゃん。それは大蔵、だからお前、ほんま博多とか行ってごらんなさいよ。あなた全然東戸塚のあれじゃないよ。もうすっごい栄えてますからね。いや、そしたらもうね、全国のファンの方アーカイブ聞いてんだったら、どしどしアクションしてほしい。まあ、突っ張りはあまり書かないんですよ。いや、でもこれで本当にね、さっきのエレベーターの話じゃないけど、うん、どん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 みんながアクションしやすくなっていくじゃないですか。何、うん、アナログ、あ、これ昔の記憶思い出してきたとかいう話が出てくるんでしょうし、まあ、ペンネームをこうしようこうしようっつって、うん、ね、うん、昔考えてたことが、うん、今やっぱしね、流されちゃってて忘れちゃってんじゃないですか、自分、うんうん、ところがハガキ買った瞬間に、私何十年前も買ったよっていう若返る発想でもあるし、やっぱね、か、俺でも俺こっそり書いてるし、これこんなかダメって言われた中に。え、ちょっと待って、松沼さんは翔さんずっとじゃないですか、はい、やっぱりハガキとか書いてたんですか。書いてますよね、やっぱり何十年前に、はい、いや、今でも書いてますよ。今でも書いてるんですか。今でも書いてますよ。そうですね、はい、やっぱし熱い思いがあるんですね。そうですね、だからほら、今だんだん年賀状が少なくなって、うん、メールで済ませちゃうとか、あのそういうのが多くなってきてますけど、やっぱり書く人は毎年あの年賀状くれますし、これも、年賀状を来たファンの子には返してますし、ほら、今忘れてましたよ、多分リスナーの人、何年か前まで翔さんに書いてたのに今書かなくなっちゃったっつって。いや、そういうことなんだけど、そういうことを文句言ってるんじゃなくて、いやいや、その蘇りがいいじゃないですか。うん、そうだね、ね、うん、まあ、だけどそのたまに俺
去年1年はずっと筆文字を、うん、実はファンクラブの開放には筆で筆文字をやろうと思って1年間筆で書いてきて、今年になってから開放になってからは道という字を書いて、あとは普通のペンで書いてるんですけど、やっぱり1年間何か続けてね、やってったりとか字を書く、今はみんなその開放でもね、あのパソコンで打って活字になった方がたくさんの情報を、その開放という例えば新聞の中にね打ち込める量は増えてくるけど、でもそれってなんかちょっと手書きでやってみようと、字は下手くそだけど筆文字を始めて、俺の汚い字だけど1年経ったらうまくなるのかなとか、こういうことをファンの子たちの解放に、俺は手書きで書いたやつを印刷して解放で送ってるんですね、うん、まあでもそれは俺の自分の中でのあれなんだけど、結局うまくはならなかったけど、でも、情報量は当然自分で手筆文字で書いてるわけだから、同じ広さだったら全然書けないでしょ、うん、はい、でも最近の近況とかをこうねファンクラブの会話に書いたときに、なんだろう、その情報は少ないけどそれを喜んでくれたらいいから、やっぱ伝わりますよね、それはすごい気持ちいいですよ、だといいんですけどね、うん、だからそういうのってよくね、みんな忘れがちになっちゃうけど、ちょっとしたハガキをくれることでなんかすごい嬉しい気分になるよね。いや、その代わり翔さんがそれこそ今だったら左手でご飯食べたりってやって、うんうん、ね、筆文字、筆で書いてって翔さんが頑張ってんだから、やっぱしファンの方もちゃんと報わないじゃないけど、なんていうんですかね、翔さん頑張っててファンの人何もしないじゃダメで、いや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 、ファンの人も私も一緒に共感するっていうと いい総合効果っていうか出てくるんじゃないですか。いや、そうなんだけどね、だけどね、ファンの子もこういう風にしろとかそういうことじゃないのよ。いやいや、ファンの人がもう違うんだって、それは増えなきゃいけないとかいうことじゃなくて、それは人それぞれの気持ちがあるから、俺たちはいろんなものを発信した中で増えていけばいいなっていうのはあるけど、でもそれを増やせよっていうことと、増えたらいいなっていうのは全然違うもんだけどね。そうそう、うん、いやいや、翔さんの見解はそうだけど、うん、こっち側にすると、うん、いやいやいや、ね、フットワーク遅いよって言ってちゃダメで、うん、やっぱしよし頑張ろうっていうその気合で、翔、うん、さんのそれでパワーもらったってやっぱしあるじゃないですか。そうですね、曲なんかにしてみてもね、うん、このパワーだから仕事乗り越えられたとか、うん、嫌なことを立ち向かえたって話があって、うんうんうん、それがやっぱし年連れに連れて、うん、だんだん鈍くなっちゃうじゃないですか、感性が。そうね、でも俺たちの年代に近い方がまだこの手紙を書くっていうことに関してはすごく、いや、うずですよ、多分減ってますよ。いや、減ってるじゃなくて若いやつらよりは多いと思って。あ、多いですよ、全然ね、今のやつらは手紙なんか書かないから。そうそうそう、いやいや、ね、翔さんの世代でいいって、ファン。そう、俺らの世代っていうのはまだその気持ちがあるし、その俺より年上の人からずっとファンの人からもたまに来るんですね。で、例えばライブ来た時もライブだっただけなのに、この間のライブはこうでしたねとか、うん、こんな曲をやってほしいとかいうのがこうファンレターのようにやっぱ一枚のハガキの中に気持ちが収まってこう来てくれるとすごく嬉しいよね。長い文章いらないから、なんかそういうのって素敵なことだなと俺は思うね。でだんだんやっぱし腰が重くなっちゃうから、翔さんのその一言で書けって言った瞬間に翔太行かなきゃってパワーになっちゃう。まあそうだね、うん、本当にそうですよね、うん、だんだん年いくと重たくなっちゃうじゃないですか、腰、うん、まあね、自分たちもそうだけどね、ですよね、直していかなきゃいけないことだと思うけど、でも俺結構好きなんでね、字下手なくせに書くの。あ、書くことですか。書くことはね、うんうん、でもね、手紙見てても面白いですよ、うん、やっぱりね、マーカーでしっかり書いてる人とかね、目立つようにう違う色の手紙使う人とかね、こういう工夫って面白いですよね、うんうん、だからあれですよね、翔さんがアナログ広めたいみたいな感じで、うん、どんどんアナログを、それは広めたいですね。この間ね、だいぶね、俺ね、はい、ファンの子から、はい、もう昔からもう本当デビューの時から応援してくれてる子から、1983年お12月25日のクリスマスに、ラジオをやってた時の放送を、うんうん、カセットで録音してくれたやつのテープをいただいたんですよ。いやいやいや、やりましたね、昔ね、はい、でそれパノラマワイドってやつなんだけど、もうだから俺は一回目横浜銀杯が3年間やって解散する、まあほんと1週間前ですよ、最後のシングルを出して、で、あそのクリスマス過ぎたら、まあ、31日に解散ですから、その際の時にやったライブ、ラジオがあるんですね、そのテープを今この平成に、ね、終わる時にいただいてカセットで聴いたら、
どうだったの、大平君。今より喋ってんの。俺ひっくり返ったよ。ねえ、こんなもんじゃないよ。もうね、みんなに聞かせたいぐらい。でもね、それはね、俺の中の宝物だから。いや、でもびっくりした。すっごいね、わがままでね。なんかね、なんかクイズ出してたりとかね。悪くなったんですね。あとなんかね、サンタクリスマスがサンタクロースの話をして、はいはい、サンタクロースのここでことでわからないことは俺に聞けみたいな。でみんながサンタクロースは何人いるんですかとか、ね、あの当時銀歯一家でいたから、まあね、グリースのメンバーとか柴大輔とかね、リスタとかがいて、みんなが質問攻めに合うんだけど、まあ力で振り切ってサンタは3人だとかね言ってるわけよ俺。自分でそれ聞きながら、もうほんと喋りすぎだろうっていう感じ。口は悪いし、てめえばっかりこの野郎とかってラジオで言ってるわけですよ。それもしかもカセットで撮ったからっつって、そのファンの子はカセットにダビングしてくれたわけ。おーおー、俺はカセットじゃないと聞けないわけだよ。なるほどなるほど。でもうちはカセットあるわけじゃん、昭和の人だから。いやー懐かしかったわ。だからなんかそういうね、楽しいよね。今はねほらアーカイブで聞けるけど、はい、誰かに聞かせたいと思ったら録音したやつをカセットテープで聞いて楽しむしかできない時代だ。いやもうそれが全部心がこもってんじゃないですか。テープ入手するのは大変なんですもん。そうだよね。だからそれが本当にね、行動がアクション、相手を思う気持ちだったりで、そうそう、すごい嬉しかったそれもらって。いやそれ聞いた瞬間に多分ね、みんなね昔を蘇って記憶がビューって持ってくるんですよね。何がすごいって喋りすぎ、本当にずーっと喋ってた。だって60分テープ2本もらったから30分30分でしょ、120分ぐらいあるのかな。だけどその間でジョニーとタクほとんど喋ってないもんね。なんかずっと、ちょっと待って、この番組はそんな感じじゃないですか。え、それあ、うなさんいたっけ。あ、今日いやで今日ほらヒロリンにね、はい、あの四駆のあれもあるしね、ほら、ちょっと用意していただきましたね。いやいや、でもそのアナログってまあちょっとね、やっぱ未来はさ、ね、それこそ AI とかああやって、うん、いろんなものが便利になってくるの。昨日の冷蔵庫かなんかの番組で、未来型冷蔵庫、コンコンってノックすると、はい、中の電気がついて、はい、マジックミラーみたいになって、はいはいはい、あの冷蔵庫の扉が、はいはいはい、中に何が入ってるかって見えるんだって。なるほど。と開け閉め、あ、ないからいらないって開けないじゃん、はい、だからその何、そのいつまでも冷えてるとか、あの両手に荷物を持って帰ってきたお母さんが、あの光センサーで足、車があのサイドスライドが、はいはい、開くのと一緒で、はい、そこに光のところに足を当てると、うん、センサーでガチャンって冷蔵庫が開くんだ。88万円だって。でもアナログ広めたいって人がなんか近代のやつ一生懸命広めてるどうですか。そういう時代にも今なってていいんじゃないっていう、否定するんじゃなくて、はいはい、まあ、でいい悪いは別です。いろいろ選択肢が広がってくるわけです、はいはい、だってさ、俺らはまあさすがに俺は違うけどさ、昔はあれよ、あの氷屋さんが氷切って持ってきてくれて、はい、冷蔵庫じゃない箱の中にその氷入れて冷やしてたもんね。あ、知らないかみんな。これ知ってますね。知ってるでしょ。あ、はい、そうだよね、喫茶店だからね、まあ、だから電気使わないでただパタンって密封するこういう入れ物に、あの牛乳屋さん家で氷持ってたんだよ、うんうんうん、あの戸塚と吉田大橋の割に、ね、ね、あってそこで氷ガーって切って持ってくるんだ。それを家にあるこういう木箱みたいな冷蔵庫は冷蔵庫よ、そこにこう入れて物を冷やすっていう。それから考えるとね、今はね、いいですね、すごいいいじゃない。 でも、うん、もう大丈夫ですか、長くならなくて平気ですか。あ、大丈夫です、全然。いやでもこのハガキいっぱい来てるんですけど、はい、一応川柳だの、はい、アイウェイをっていう話が来てなかったですよね。いやちょっとあの押しが弱かったかもしれないですね。まあ強制じゃないですからね。そうそうそう、うん、でもないコーナーはなくなるって。いやだから俺ちょっと作ってみますよ。俺は勝手に作ってみます。さすが大ちゃんね。だってリスナーがやって自分やんないはついとんないじゃない。そうそうそう、俺いっぱい出しすぎちゃってね。ね、そういうの戸塚の愛用したこともやめましたね。最初にあ、だからじゃあちょっとちゃんと募集しましょうよ。あ、そうですか、ね、はい、じゃあ、まずは、ふざけんなよ川柳というのを募集してますね。先ほどはがきで読みましたと、あ、じゃない、
封書でもらったのと同じように、世の中なんかちょっとおかしいんじゃないのっていうようなことをですね、五七五季語いりません、まとめて、送ってもらいたいと思います。前回先週私が言ったのは、デイパック前に前に担げよバスの中ね、ありましたね、背中でバンと当たってね、子供がいたら危ないからっていうね川柳でしたけど、大ちゃんは今日は川柳ですか。そうです、そうです。あ、じゃあ一つよろしくお願いします。それこそ何、この前矢沢の A ちゃんが、思想応援団がマナー悪いからで、はいはい、SNS かなんか出入り禁止かなんかしましたよね。あ、そうなんですか。うん、コンサート来ちゃダメとかなんとかって結構厳しいこと言ってた。あ、はいはい、A ちゃん厳しいんですよ、なんそういうことに対してっていう話で、川柳で、はい、それこそファンならば、うん、マナー守れよこの野郎。え、そういうのやっぱりありますよね。ありますね、ありますね。特にね、A ちゃんはね厳しいですよ。お、まあ、もうあのそういうのが大嫌いな人なんで、あのはっきり言う人なんですよね、うん、今最近ではなくて、もっともう何年も 5,6 年もうちょっと経つかな、まあ、でもやっぱり、お酒飲みすぎてる人は入場禁止、タオルあの肩にかけて入るのもダメ、お、まあ、普通に入ってきて中に入ってからかけるなり何々してくださいっていうことのマナーに関してはすごくあのそうそう厳しい人なんです、ね、今回なんか本当威圧して普通のファンが行きづらいという話がきっかけだったらしいですよね。あ、まあまあそういうこと、まあ、難しいところなんですけどね、やっぱり、うん、あのA ちゃんのファンはやっぱそういう見た目そういう人もいるけど、でも長くねそれを、ただその もちろん横浜銀馬もそうだし、あの俺たちもそうだし、 A ちゃんもそうだと思うけど、やっぱりライブはみんなで楽しんでほしいから、うん、その自分たちだけっていうね、特に施設応援団だってそのファンクラブじゃない、その応援団みたいな形でやってる人たちが俺たちが仕切ってるんだぐらいな、全然そんなこと矢沢は許してないしっていう話でしょ、うん、そうです。それはそのちゃんとしたマナーを守って、逆にあのそういうことがあったらちゃんとしようよっていうのがファンとしてできるのが素晴らしいファンだとは俺は思うから、ね、俺は A ちゃんの意見にはもう昔から大賛成、うん、ちゃんとしてもらいたいなとは思う。まああの銀杯はね本当にいいファンがたくさんいるんで、たまにそういうのを言った時は俺がぶつけてますから大丈夫ですけどね、全然あれそういうのは気をつけてほしいっていう、ね、だからまあ笑い事じゃないよ松野幕ふざけんなよ川柳ですね。ああ、これはどうしようし、ちょっとねあのこれおかしいんじゃないのっていうことね、はい、そういうことを川柳してもらいたいと思います。あとあいうえお作文ね、何でもいいですよ、ショーっていう名前でいいですね、渋いね、陽気だね、うるさいね、ショーって感じそういうのね、あのパーソナリティの、うん、自分の、平成をもじってもいいですし、ヒロリンでやってもいいですけどね、うん、もう勝手に大人はね、そうそう勝手にあいうえお、まあ、もしろなったらば、またなんかねプレゼントしたいと思いますね、面白かったらいいプレゼント、バーンとあげちゃうとかね。でもダイソーの今のやつはもらえないけどね。あ、はい、あげませんってね、広くですね、あげませんって了解です。っていうところでもうさっさと曲いっちゃいましょうか。またあ、いきますか、はい、それじゃあですね、今日はね松沼くんが来てくれてるんで、ガーデンエクスプレスさんが横須賀に横浜湾岸支店ですというのがね、はい、あのをまだ開設したということなんで、うん、まあ、その記念にお届けしましょう、横須賀ベイビー。ああ、いや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 、すいませんね、ちょっと今横須賀支店のにあれです、横須賀ベイビーと言ってしまいましたが、横浜銀杯のぶっちぎりロックンロールをお届けしました。なんと、横浜何でしたっけ、湾岸支店、湾岸支店 に引っ掛けてぶっちぎりロックンロールでした、どうすいませんでしたということで、この放送は免許返納した方にもサービスしてます、平戸交差点すぐそばにある車高架買い取りのアップル戸塚店、はい、の提供でお送りさせていただきました。アップルさんがスポンサーになって、ヒロ君がここにいるから俺たち楽しいトークができるんだよね、お願いします。はい、最近はではですね高齢者の、自動車事故が増えていましてね、自分の親にもね、年取ってきたら運転心配だなと思ったらですね、免許返納とかの話もしてみたらどうかなということもあります。そういう人たちのサービスもやってます。アップルと使って相談するのが一番だと思います。皆さんよろしくです。そしてダンスを習うならここ、ラッパーツーバッカーの前澤さんが経営するキッズ、高齢者、障害者などのダンス教室もやってます。戸塚の地下1階のダンススタジオユニスタ、真心をこもったサービスを提供、安らかな葬儀をしていただける365日24時間対応、港南中央駅すぐそばにあります清水公益社サバスホールさん。そしてなんと今日はね、番組まで来てくれました、戸塚区戸塚町をはじめ横須賀続くぐるか、そして関西にも展開してます、
植木屋さんガーデンエクスプレスの提供で放送させていただきました。まあ終わんないですよ、あと、まあ、時間ありますからね。はい、終わってます、ね、番組のそのコールしちゃうとなんかおしまいになっちゃうかなって思っちゃうので、はい、そうですか。なんかこれいつもこれぐらいに言ってるんで全然こっからまた粘るっていうね。じゃあちょっとまた時間、ま、な時間ねギリギリになってやっちゃいけないから、はい、4週4文字毎週今そうです、1文字ずつ言ってましたよね。そうです、4つの今日最終日なんで、そうです、今まで来たやつは皆さん覚えてますね、ほうほうほうですね、はい、ほうほうほうっていうことでね来ましたけど、最後の1文字です、最後の最後、はい、今週のキーワードはええ、あいうえおのえ。さあこの4つのキーワードを並べてですね1つの文字になります。それを、ハガキに書いて送っていただくと、なんと、ね、新春福袋が当たるという。なんだかわからないっていう。この後に及んでまだ福袋と言っている。この超スペシャルなのはですね、何名様に2回当たるんで、4週聞いてくださった方への、ね、俺たちの思いを込めて、来週発表したいと思いますんで、来週の、火曜日までには必着で、このキーワード福袋 C を、キーワードはほほほほあじゃあほほほえっていうのをですね書いていただいて送ってくれますと当たりますので、皆さんどんどん応募してほしいと思います。来週の火曜日です。でお送り先が言いますね、はい、郵便番号 244-0805 横浜市戸塚区川上町 91-1 モリラ東戸塚スタジオですね、 FM 戸塚大ちゃん歌さんの人生楽しみましょうの係までお願いします。はがきですからね、メールなんて手抜いちゃダメですよ。封書もいいんですよね。封書はいいですね、封書もいいですよ。あ、そうかそうか、俺はがきはがきとか封書の人も少なかったですよね。そうです、うん、俺それちょっと確か言ったと思うんですけどね、うん、だからもう本当に欲しいって福袋欲しいって書いていただくなり、またそこの中にふざけんなよ川柳だったり、はい、あゆえよ作文を書いていただいてもいいですね。また番組の感想だったりリクエスト、翔さんこれやってだったりね。そうですね、いうようなところです。すみません、今ね、大宮盆栽だ飲もうと思って急に振られたからちょっとやべえと盆栽だえ、松本さん全然喋ってないようですけど、喋りたいことあるんじゃないですか。あ、もう一回いいですか。いや、どうぞ言ってください、はい、社長命令ですかね。命令、命令ではあ、命令じゃないですね自分で来たのね。そうです、そうです、はい、これは自分の意思で。グリーチャーで立ってね、はいはい今年1月からオープンしました横浜湾岸支店、戸塚区戸塚町の横浜南支店と鈴木区の横浜北支店、そして横須賀市にある横浜湾岸支店、3つありますので。衣笠ね、はい、衣笠です、うん、ぜひよろしくお願いします。はい、衣笠ね、はい、ぜひね相談に連絡欲しいと思います、はい、でもそんないっぱいサイダーあるんだったら、なんかどっかのイベントでプレゼントとかないんですか。あ、これ一応ほら俺が松島に持ってこいって言ってたから、俺のだよね一応。あ、そうそうそうでもまあね、あ、これプレゼントしようかな、だから一人ぐらいは。そうですね、サインでもちょっと入れてもらって。あ、盆栽だね、はい、翔さんのサイン入れてもらいました。大宮盆栽だのに俺のサインを入れて、はい、1名様ですね。1名様、はい、これは競争率高いですね。高いね。俺の飲んだやつはどうする。いらないね未開封のちゃんとしたやつをね送りたいと思いますんで、翔くんの大宮盆栽だ欲しいよのことありますねなんか面白いことを書いてハガキで送ってくださいこれメール受け付けないの。やっぱハガキだよね。ハガキもしくはお手紙で。そういうことね、皆さん九州の方はもう今からじゃあハガキ買いに行きましょう。番組終わったすぐに大宮盆栽だ。北海道のファンの方もぜひどうぞいやこれなんかちょっと流行るんじゃないこれ、うん、大宮盆栽だ。でもそう盆栽は翔さんところのイチョウは元気なんですか。紅葉したんですか。ちゃんといや、黄色くなって、うん、枯れました。枯れたんじゃないですよね。枯れないで、はい、眠ってます。落葉ですね、はい、うん、あ、いい、さすが。そうそう、落葉、はい、落葉状態でなんか見るとただの木なのいや普通に木ですから。そうだよ ね、 そうだね、まず木です。盆栽でも木です、ね、横浜銀杏元気です。横浜銀杏元気ですね。はい、え、松野さんはなんかもう大丈夫ですか。まあ、まあ喋ってもあと2分しかないですからね。大丈夫、もう3件いったよって。あ、それからね、あの2月10日、あ、ちょっと待った、あれ当たりちゃんと言いました。あ、言ってないや、言ってない、
はい、あんたミニ四駆。さあミニ四駆当たった人。さあ俺の来るが。3名様だよね。そうですね。はい。ね、うん、埼玉のまゆみさん。まゆみさん。はい。うん、ペンネームみんみん改め今晩まさしさん。よーしなー。それ選んだのよ。タムさん。イエーイ。腰が痛くてお尻が拭けないあさこちゃん。はい、おめでとうございます。4台です、ね、イエーイ、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。これ番組中に発表しなかったって困っちゃうよね。ヒロ君もちゃんと言っといてね。ああ、ありがとうございます。今忘れてたでしょあんた。いや、あのね、ヒロ君はおとなしくしてたんで今ね、俺たちの勢いに押されちゃった。ちょっと盆栽台行き過ぎましたね。盆栽台行き過ぎだね、ちょっとね。だからね、本当に喋りすぎてんの。36年前ももうやばいよね。え、翔さん、あと1分ですけど、なんか PR ありますか？大丈夫ですか？はい、大丈夫です。2月の3日、サムズアップで、カート君と一緒にブルームーンボーイズのプレシャスソングスリリースパーティーがあります。ホームページの方をご覧になってください。2月の17日、萩中音楽祭ファイナルステージに参加します。これも萩中音楽祭のホームページご覧になってください。なんと4月の7日、ね、サムズアップで私のゆるライブ5があります。詳しいことは私の Facebook とか、オフィシャルの方を見てください。2月10日今度の2月10日日曜日はなんとママトゥースさんのアフリカを感じるコンサート、桜ホールであります。皆さん遊びに行ってくださいね。そうだ、ママトゥースさんのサインもあったんだ。そうですよ、大ちゃん、しっかり忘れて俺それも、ね、じゃあ来週の福袋に入れちゃいましょう。そうですね。ダメ、はい、いやいや、いいと思いますよ。はい、ママドゥさんのサインも募集してますんでよろしくお願いします。はい、というところで大ちゃん、うたさんの人生楽しみましょうでした。また来週まで、バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ、ボンサイトー。